今日は海の日ですね。今年だけですけど、例年だと7月の第3月曜日ですかね、僕はねあんまり仕事的に祝日関係ないんですけど、なんかね、ハッピーマンデーとかで、ね、流動的になって、最近はね祝日がいつもと全然なんかね、明日も今年だけ元体育の日のスポーツの日やからね学生やったらね、すっごいもう木金休みの4連休、めちゃめちゃテンション上がるけど、ちなみにね、今日本の祝日って何日あるか皆さん知ってますか？元旦ね、1月1日元旦から始まって、最後の祝日が11月23日の勤労感謝の日まで、年間なんと16日あります。多いと思いますか？少ないと思います。僕はね、もうちょいねあってもねいいと思うんですけど、特にね、6月なんて祝日ないので、6月に祝日あってもええかなとは思うんですけど、なんとね、世界的に見ると日本はね、ものすごく祝日多いです。まあまあナンバーワンと言っても過言じゃないかな、まあまあええー、って感じる人も多いと思います。まあ話を戻しますけど、今日は海の日。今年はね、海開きをねしてない、ところがねめちゃめちゃ多い、で、海開きできないので、漁港ウォークが流行ってるって言ってますね、密を避けてぜひ。僕はですね、去年